プーリニーコールサンピエール。プーリニーサンピエールは、フランスのベリー地方で作られる、シェーブルチーズ。名称は、地名のプーリニーコールサンピエールにちなむ。その形状から、エッフェル塔というニックネームもある。同じシェーブルチーズのタイプであるバランスの原型になったと言われている。シェーブルチーズの中では最も早い1972年に、億認定を受けた。 牛乳酵素を加えたヤギの乳でカードを作り、型に入れ成形し水分を切る。塩を振って、冷暗所で最低10日、通常4から5週間熟成させると完成。年間の販売量は2016年実績で293.17トン。ラベルが添付されており、色で生産場所が判別できる。緑なら、農家、赤は、工場製である。 塩分は控えめで酸味は強い。匂いはきくつくないので、シェーブルを敬遠しがちな人にも良い。フルーティな辛口タイプの白ワインや、軽めの赤ワインに合う。パンに乗せて、トーストにしたり、細かくして、サラダなどに混ぜるのも良い。これはラベルが赤なので、楽農向上性。ありがとうございます。